アマンダ・ロザリオはインドのヒンディー語映画、タミル語映画、マラーティー語映画で活動するイギリス系インド人女優。ロンドン・イルフォード出身で、父はイギリス人、母はインド人である。アマンダはダンスと演技に興味を持ち、2006年にパフォーマンスアートカレッジに入学し、2008年からロンドンのアートエデュケーションスクールでダンス講師として働いた。その後は、 モデル活動をはじめ、パーフェクトアジアンや、ピザハットなどの企業広告や、テレビコマーシャルに起用された。2009年に、ラブ・アージュ・カルデ・ディ・ピカ・パード・コーンに演じるヒロインの友人役を演じて、映画デビューし、その後は、舞台ミュージカルの振付師や、フリーダンサーなどの仕事をこなした。2013年に、アクシャイク・マール主演作、ワンス・アポ p ア・タイム・イン・ムンバイ u で、 アイテムナンバーに起用され、これ以降女優活動を本格化した。2016年にサーガサムでヒロインに起用され、プラシャントと共演した。2015年4月に同作の制作発表が行われるまで、アマンダの出自は極秘扱いになっていた。2018年にウダンチフでアイテムナンバーに起用され、プレームチョープラー、ラージニーシュダカルと共演した。ありがとうございます。